どうも高井です。私の動画投稿の感覚が徐々に徐々に伸びていっている。それはなぜなのかについて話します。もともと私はもうこういうサイズの本、こういう薄い本とかも読んでいる人だったんですけど、挑戦したくなる難しい本だけど、難しいんだけど読んでみたいと感じるような本に挑戦したくなるものですから、徐々にこういう本専門書に挑戦したくなってきたし、さらに言えばこれの裏話というか歴史の裏話に関しての本、裏付けに関するような本、実際こうだったんだよっていう、これは第二次世界大戦の裏話が載ってる本ですけど、これだってぶっといよね。こんなに近い難易度の高い本に挑戦するとインプットの時間も相当取るし、アウトプットするまでにかなり時間必要とするんだよなって最近思う。ただそれはね、難しい本に挑戦してるからある意味仕方のないことだと個人的には思っている。ただ視聴者の人からしたら、もし私の動画を楽しみに待ってくれてるような人がいるとしたら、高井さんまだかなって思ってるかもしれない。だけどそれはね、インプットに力を入れてることだから仕方がないとご理解いただけたらなと思っています。ぜひね、この動画で見ていただいた方には、チャンネル登録とかもね、していただけたらなと思っているので、ぜひ評価お願いします。チャンネル登録お願いします。画面の右上のボタンを押してください。それでは。